はい、今日の一品です。まずはベビーハムお魚ハムですかね、2枚にスライスしていきます。少し厚めにスライスしていきましょう。重ねて左右対称の形を作るために重ねてカットしていきます。これでだいたい左右対称のこんな形が出来上がりました。これをこんがりと焼いておきます。さあ皆さんお分かりですか、この形。ハムを焼いている間にあとは胴体の部分をおにぎらずで作っていきたいと思います。さあ黒いボディと先ほどの形お分かりですね。ジェンジェジェンテテテテレテレテレテテンデンツデデンデン空にそびえる黒金の城スーパーロボットマジンガー Z 無敵の力は僕らのために正義の炎をパイルダーオン飛ばせ鉄拳ロケットパンチ今だ出すんだマジンガー Z。